2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一なり1億円近くを投資しておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間洋先生です。今回は私の販売するインジケーターについて説明いたします。ここのね、YouTube のコメントでもそうなんですけども、くだらない質問やですね、2000本の中に記載がある内容の質問ですね、何も勉強してない、何も文章を読んでないで、ね、無駄な時間を私先生に対してね、侮辱と同じですね、質問するような人ですね、同じ質問をさせるとかですね、記載があるに対してね、ちょっとでもあった場合はですね、下のダウンロード販売は二度とできないようにしましたね。で、私の販売しているインジケーターはですね、私に対して侮辱したりとかですね、くだらない質問、記載が少しでもあるようなことをダブって質問したと、大変なるこちらのね、無駄なね、時間、たくさん大勢に情報を伝えるために、記載しておりますものですからね、皆様方の迷惑になるわけですね。そういう無駄な質問ね、そういう人に対しては販売物を一切販売しないということに契約にいたしました。少しでもね、無駄なこととかね、くだらないことを記載した場合は、ちょっとでも記載した人はもう二度と私の商品を買うことは禁止だよと。それでそれからですね、こういう法律的にね、こういうことをするために、法律に触れないように、私のインジケーターの販売物は全て1日利用ということにしましたね。買っても1日しか使えません、ね、ということで販売いたしました。文句がなければ、あと LDJP 内下に質問がなければね、そのまま有効期限をですね、設定してませんから、問題ないんですけれどね、すぐにね、そういうくだらない質問、2000本の YouTube で記載で私が正しく教えているものをもう一度質問するような人、勉強してない、またマニュアル読んでない、説明書読んでないというね、で読まないで聞いてくる人ですね、これは私二度と、一回やっただけでも二度と私のインジケーターの販売物は売りませんね、ということをちょっと記載しておきました。YouTube でも文句言った人はね、ちゃんと記録取ってきまして、全部二度と売りませんで、こちらのメールアドレス登録と名前 なども登録しておりますし、なお購入したら必ず YouTuber に登録してもらうことに 100% しました。ですから記載が残りますから、同じに、一致するか本人か確認が取れるようになりますということですね。そういうことで、以上です。